まあ、なぜ高額商品を売れないのかにしましょうか高額商品が売れない理由にしましょうか、まあ、これはですね単純にビビってるだけですね要はこんな高いお金をお客さんから取っても大丈夫なのかっていう今まであの商売したことがないからそこにビビるわけですようん例えばじゃあベンツとかレクサスとか、まあ、時計だったらロレックスとかこんな高い何千万っていう値札をつけて時計 ただの時計が売れるのかってビビってたら、売れなくないですかローレックス。ねどうでしょうか売れないですよね。<laughs> でも買う人は買うんですよ。だから結局、その商売をやってる人が、この金額を、まあ一番僕の、うん、考え方として、僕の考え方としてあるのが、自分がどれだけ欲しいのかっていうところで値、ね、札をつけられるかどうかですよ。自分は本当はこれだけ欲しいのに、いや、ただでいいかなとかね。 いや、もうちょっと安くしてこうかな。ではなく、自分はどれぐらい欲しいのっていう。商売ってそうじゃないですか。何のためにやるのかっていうと、売上げを上げるためじゃないですか。ボランティアで始めるんだったら、ボランティアをやればいいし、値札を一回もつけず、全部無料でやればいいだろうし。でも、それはビジネスじゃないですよね。まあ、広告ビジネスっていう概念もあるので、別に商品売らなくても広告収入に得られるっていう方法もあるので、あのー、それは置いときましょう。自分で物を作って、コンテンツを作って売る。その時に、 うん自分は、このコンテンツに対してどれぐらい欲しいのか。っていう、ただそれだけの話なんですよね。だけど、みんながビビって、あの、こんだけ、なんだ、取ったら、あー、ダメなんじゃないかと。要は、お金に対してのマインドブロックが非常に強いってことですね。で、お金を稼ぎたいのに、お金に対してのマインドブロックがあると。で、お金を、大金を、100万稼ぎたいのに、100万の値札をつけられない。どうでしょうか。100万稼ぎたいと思ってるけど、えー、100万の値札をつけられない。 どうでしょうかちょっと矛盾してませんうん。だからなんだろうな。うん。まあそういうことです。はい。なんで、あの、お金を稼ぎたいんだったら僕はですよ。僕は大量のお客さんを、えー、相手にもできないですし、大量のお客さんをサポートできないです。1万人とか10万人。久保さんも10万人のサポートは無理だと思います。もし、DAIGO さんみたいにニコ生課金14万人とかでね、500円。 たったお客さん1人当たりの単価が500円で取ったとしても、えー、なんだ、14万人いたらもう8000万とか7000万とかね。キングコング西野さんもオンラインサロン1000円課金ですけど、7万人いたら7000万とかね。なので、まあ、それぐらいのね、キャパシティの数を取れるんだったらいいですし、それを運営できるんだったらいいんですけど、僕は運営できないので、僕はこれぐらいの店舗、例えば店舗だったら何人収容できる。 じゃあその収容範囲の中でどれぐらい売上げを上げるのかって考えた場合、客単しかないんですよ。これは。す、あの、客数と客単でしか売上げってなんないので、自分がどれぐらいの許容ができるのか、そこの許容の範囲の数に対してどれぐらいの売上げが欲しいのか、売上げ目標はどれぐらいあるのか。じゃあそこに対して、まあ僕はバックエンドって言ってますけど、ね、バックエンド商品をどう作って売っていくのかっていう、えー、それが大事かなと思いますね。 それがないと売り上げが大きく作れないので、別にいいんですよ。あの、単価安くしてね、大量に売るっていうやり方どっちがいいですかと。僕は申し訳ないですけど、そんなに大量の何十万人は対応できないです。うん。いってらっしゃい。